こんにちは、みずきです。今回はじゃじゃーん、カルディの購入品をご紹介していこうと思います。はい、ということでカルディの購入品は割と久々ですね。今回はですね、ほぼリピート品ということで私のおすすめをご紹介していこうと思います。はい、まず一つ目はこちらです。生ハム切り落とし 120g です。こちらちょっと安くなってて289円でした。こんな感じでかなり量もあって冷凍品なので、こうすぐに使い切ったりとかもしなくていいので、安くなってる時には必ず買ってます。まあおつまみとしてもサラダのトッピングとしても使えるのでお気に入りの品です。はい、そして2つ目はこちらです。イルドフランスカマンベールチーズです。まあこれはね、カルディじゃなくても売ってあるんですけど、今日ちょっと安くなってたのでこちらも買いました。中はこんな感じになっていて、食べる時にはね切って食べるんですけど、これもおつまみ用で買いました。これをね一口サイズちっちゃく切って、たくあんとか塩昆布を乗せて食べるとめちゃくちゃ美味しいです。まあクラッカーとか生ハムとかとね一緒に食べるのももちろん美味しいんですけど、私は塩昆布とかたくあんと一緒に食べるのが一番好きです。値段が378円でした。これもさっきの生ハムと一緒で安くなった時に買います。はい、そして3つ目こちらです。昆布サラダドレッシング 230ml です。こんな感じのね、昆布サラダ用のドレッシングです。これは初めて買いました。最近ねサラダをたくさん食べるので、いろんなドレッシングをねちょっと試してるんですけど、こう容器もね若干珍しいし、昆布サラダも食べたいなと思ったのでこちらを買いました。うん、なんか結構スパイスが効いた感じの香りでバクバク食べれそうな感じです。値段は500円でした。はい、そして次はこちらです。スモークチーズのシーザーサラダドレッシングです。 180ml の298円です。はい、こちらはリピート品です。もうこれねめちゃくちゃ美味しくて、なんか最初ねこのスモークチーズのドレッシングとかってどうなんだろうと思ったんですけど、シーザーサラダドレッシングの中で私一番好きです。で、香料、調味料、アミノ酸とかが不使用で、とにかく濃厚で美味しいです。シーザーサラダが好きな方にはぜひ試してみてほしいです。はい、そして次はボルニエ粒入りマスタード 210g の368円です。はい、こちらもリピート品で前の購入品で紹介したことがあります。で、それがねもうあとこのくらいで終わりそうだったので新しく買いました。なんか砂糖とかそういう甘い系のものとかも入ってなくて結構長持ちします。ベーコンだったりウインナーだったりいろんなものにつけて食べてます。なんかすごいさっぱりしてるのでこれが一番好きです。はい、そして次はこちらです。メロディアンパパッとそのままレモン 3ml の30個入りで198円です。これはね今回ちょっと初めて買ってみました。こんな感じのレモン果汁が小分けになってるタイプで、前に瓶タイプのレモン果汁を買ったんですけど、一人暮らしとしてはちょっとね量が多かったので使い切らなかったんですけど、これだったら一つ一つ少量なので便利だなと思って買ってみました。あとねポッカレモンとかも買ったことあるんですけど、あれはねあんまり好きじゃなかったんですよね。あとたまにこう普通のレモンもね買うんですけど、なんだかんだ微妙に高いのでこういう果汁系はすごく使えるなと思って常備してます。これ味とかもよかったらまたリピートしようかなと思ってます。はい、そして次こちらです。スパイスアップレインボーペッパー278円です。私このスパイスアップのブラックペッパー、イタリアンハーブ、レモンペッパー、マーラーペッパーかな、それを持ってるんですけど、このシリーズがねセールでちょっと安くなってたので初めてこのレインボーペッパーというものを買ってみました。ブラックペッパーより風味があるのかな。ブラックペッパーとホワイトペッパーとピンクペッパー、グリーンペッパー、なんかいろんなペッパー系が入ってるみたいです。なんかステーキだったりお肉に合う感じですかね。いろんな料理に試してみようと思います。はい、そして次はこちらです。しびれマーラー飯のタレです。これは2人前入っていて198円でした。はい、こちらはですねリピート品になります。初めてこれ食べた時にもうめちゃくちゃ衝撃が走って、そこからお気に入りでちょくちょく買ってます。まあ、最近はねあんまりお米を食べてなかったのでちょっと久々食べたいなと思って買いました。これはね絶対好き嫌いが分かれると思うんですけど、山椒系のしびれです。こんな感じでタレが入ってるんですけど、これをご飯に混ぜて、あとはこういうネギとかをねトッピングして食べます。まあ山椒なのでちょっと癖がある感じの辛さで、山椒系がね好きな方にはぜひ試してみてほしいなと思います。はい、続いてこちらアヒージョシーズニング2袋入りです。こちらは163円です。
これはもう 3,4 回くらいかな、リピートしてるもので、オリーブオイルにこの粉をね混ぜるだけでアヒージョができます。あとはね、好きな具材、エビとかキノコとか砂ずりとかを入れて食べます。まあ別にね、この粉買わなくてもアヒージョできるんですけど、やっぱりなんだろうな、本格的な味、なんかいろんなねエキスが入ってるので、こう味が深くてすごく美味しいです。なのでね、こちらをよく買ってます。はい、続いてはこちらです。ビシソワーズ冷たいじゃがいものスープ1人前です。こちらは192円でした。はい、2つ買いました。これはね、最近初めて飲んでめちゃくちゃ美味しかったので、また買いました。リピート品です。これ冷蔵庫で冷やしてそのまま食べれるので、一人暮らしとかにはねめちゃくちゃ最高です。私は冷蔵庫で冷やしてそのまま飲んでるんですけど、なんかアレンジで生クリームとか牛乳を入れても美味しいみたいです。あとはね、これ他にも枝豆のスープとか冷たいコンポタージュとかもあったんですけど、私はこのビシソワーズがすごく大好きなので、こちらをリピートしてます。次回はちょっと枝豆のスープもね買ってみようかなと思ってます。もう最近ね、夏みたいに暑くなってきたので、こういう冷製スープがかなり美味しく感じます。おすすめなのでぜひ試してみてください。はい、そして最後はこちらです。クアンプルンフライドオニオンです。 90g の328円です。はい、こちらはですね、もう名前の通り玉ねぎを揚げたものになります。こんな感じで玉ねぎスライスがカリカリなってます。この商品自体はね初めて買いました。あのカレーをね作る時にフライドオニオンを入れると、もうかなり美味しくなります。前に実家でココイチ風のカレーを作ったことがあるんですけど、その時にフライドオニオンを入れたんですよ。で、出来上がったものも本当にココイチと変わらないぐらいの味ができたので、で久々にね作りたくなったので、このフライドオニオンを買いました。ココイチ風のカレーに関してはリクエストがあればまた動画にしようかなとも思います。はい、という感じで今回はカルディの購入品をご紹介していきました。皆さんのおすすめとかがあればぜひ教えてください。ということで今日もご視聴ありがとうございました。では